はい、こんにちは、116インズです。今回はですね、先日の動画のコメントでいただいたビル・バベシ GM の失敗した補強について取り上げていきたいと思います。バベシ GM はですね、マリナーズ GM 時代本当に何度も補強に失敗しまして、正直失敗した補強を数え出したらキリがないぐらいあるんですけれども、まあ、それが結果としてマリナーズの暗黒時代を生み出してしまったわけなんですけれども、今回の動画ではですね、まあ、その失敗した補強の中から特にひどかった補強をランキング形式にして5個紹介したいなと思います。はい、まずは簡単にバベシ GM について紹介したいなと思います。バベシ GM はですね、2004年からマリナーズの GM に就任しまして、それ以前にもですね、1994年から99年にカリフォルニアエンゼルスの GM を務めたことがあって、まあ、マリナーズでは今回2回目の GM 就任という風になったんですけれども、本当に GM に就任してからはもう素晴らしい補強の数々ですね、まあ、もちろん悪い意味なんですけれども、次から次へと取った選手が活躍しなければ、逆に放出した選手はなぜか活躍するだとか、本当になんかこう何も噛み合わなかった感じの GM になるんですけれども、当然チームは低迷して、でバベシ GM も、まあ、2008年のシーズン中に GM を解任という形になりました。で、ここでですね、バベシ GM がどれぐらいひどかったのかっていうところがまだピンときていない方向けに、バベシ GM が就任する前と就任した後でマリナーズのチーム成績がどれほど変わったのかっていうところをちょっと比較してみたいなと思います。まずバベシ GM が就任する前っていうのは、マリナーズは黄金時代を迎えておりまして、本当に2000年から2003年にかけては球団史上最高の4年間とも呼べるようなシーズンを送ってきました。まあ、実際にですね、2000年の91勝を皮切りに、まあ、2001年は MLB 史上最多の116勝、でさらに2002年と2003年に関しては、まあ、プレーオフこそは逃したんですけれども、シーズン93勝と非常に良い成績を残してきたんですね。で、これがバベシ GM が就任した後どうなったのかと言いますと、まあ、右側の通りになるんですけれども、2004年は99敗、2005年も93敗と2年連続で90敗以上で、2006年は少し持ち直したものの、まだ84敗で、2007年にバベシ GM が就任してから初めて勝率5割を超えることができたんですけれども、ただ2008年はついに101敗と、2007年を除けば全てですね、シーズン負け越しということになりますね。まあ、5年間の成績を合計しますと、359勝451敗で、勝率はわずかに4割4分3厘と、まあ、あの就任前の4年間の勝率が6割6厘ですから、まあ、勝率が 15% も下がってしまっているわけなんですね。もちろん球団史上最高の4年間と比較するのは酷だとは思うんですけれども、ただあまりに落差がひどかったっていうところが、あのファンとしての正直な感想ですね。という具合にですね、いかにバベシ GM の下でマリナーズが弱体化していったかっていうところが分かったかと思いますので、次からはいよいよ本題であるバベシ GM の補強のワースト5をご紹介したいと思います。はい、第5位はインディアンスとの2件のトレードですね。まあ、あの一応別々のトレードではあるんですけれども、個人的には同率タイだと思いましたので、まあ、今回5位に1個として入れています。で、それぞれのトレードを紹介しますと、まず2006年のシーズン中にマリナーズはアズデルバル・カブレラを放出して、ベテラン内野手のエドワルド・ペレスを獲得したんですね。で、さらに翌2007年のシーズン中に、チュシンスをトレードして、まあ、これまたベテラン内野手のベンブルサードという選手を獲得したんですね。ただ、マリナーズが放出したカブレラ、そしてチュシンスに関しては、二人ともインディアンスでオールスター級の選手に成長して、インディアンスの主力として活躍した一方で、マリナーズが獲得したペレス、そしてブルサードの両面に関しては、まあ、打撃が主に期待されてきた選手たちなんですけれども、その打撃が特に機能することはなくですね、二人とも獲得から2年以内に退団することになってしまいました。チュシンスはともかく、カブレラがマリナーズにいたと知っている人は意外と少ないと思うんですけれども、正直、カブレラとチュシンスがいたら、当時のチームははるかにマシな状況になっていただろうなと今でも思いますね。ということで、特に活躍しなかったベテラン選手たちに、将来の MLB のオールスター級の選手たちを2人も放出してしまったインディアンスとのトレードが第5位となります。続いて第4位はラファエル・ソリアーノのトレードですね。こちらのトレードは当時の時点でもかなり不可解な1対1のトレードだったんですけれども、まあ、マリナーズがソリアーノという、まあ、若手の有望なリリーフをトレードして、アトランタ・ブレイブスからホラシオ・ラメレスという先発左腕を獲得したトレードですね。
で、ソリアードは2006年の時点でマリナーズブルペンの中でもかなり重要な役割を担っておりまして、将来的にはクローザーっていう期待もできるような選手だったんですけれども、ただ2006年の9月にウラディミール・ゲレーロの打球が頭に直撃する事故があったんですね。で、ソリアードはその結果として脳震盪ということで、そのままシーズンは終了となってしまったんですけれども、もしかしたらバベシ GM はその脳震盪というの影響をまあ、ちょっと考慮して早めにソリアーノを売れるうちに売ってしまおうという発想でもしかしたらこのトレードを成立させたのかもしれないんですけれども、ただ獲得してきたホラシオ・ラミレスというのは翌2007年は先発でまあ防御率 7.16 と、まああまりにひどい成績を残して1年で退団してしまいまして、で一方で放出したソリアーノというのはまあ特に脳震盪の影響もなく、その後オールスター級のクローザーに成長して通算200セーブも超えましたし、あの MLB の中でもまあ屈指のリリーフとしての活躍を見せたんですね。もちろん脳震盪の影響を考慮してということであれば、もちろんトレードの意図自体は理解できるんですけれども、ただ獲得してきたラミレスっていうのが先発として本当に鳴かず飛ばずでしたし、その後ソリアーノがオールスター級のクローザーに成長したということを考えれば、まあ、このトレードはあまりにひどかったなということで第4位にランクインということになりました。はい、続いて第3位はカルロス・シルバとの4年契約ですね。これもなかなかに意味不明ですよね。まずシルバという投手が、まあ、イニングイーターなんですよね。どっちかっていうとこうイニングを稼いで、まあ、そこまで防御率は良くないけれども、まあ、シーズンを通して、まあ、180イニングから200イニングを安定して投げられるようなピッチャーなんですけれども、そのピッチャーに対して4年4800万ドルはあまりに高すぎますよね。正直今の契約のレートで考えても高いなと思いますし、ましてや12年前の2008年ということを考えれば、まあ、さらに高いわけですよね。もちろん2008年のマリナーズというのは前年の2007年に88勝したということもあって、本気でプレーオフを狙いに行く1年と位置づけていましたので、なんとかですね弱点である先発を補強したいという意図はわかるんですけれども、ただこのクラスのピッチャーにこの額を払うのはちょっとやりすぎですよね。で、実際に来たシルバーもひどくてですね、移籍初年度4勝15敗防御率 6.46 と、まあおおよそ MLB の先発と呼べるような成績ではなかったですね。で、そんな成績にもかかわらず、なぜかですね一丁前にシルバはチーム批判を繰り返したんですね。まあ、もっとこうチームがしっかり仕事しなければいけないみたいな感じで、もう公然とチーム批判を繰り返して、お前がそれ言ってる場合かよっていう感じの感想をちょっと当時抱いた記憶はあるんですけれど、まあチームの輪は乱すし成績も残せないしで、本当にシルバーに対する印象は最悪でしたね。で、シルバーはその後バベシが解任された後にカブスにトレードされることになるんですけれども、なんと移籍先のカブスで2桁勝利を挙げるというまさかの復活を遂げるんですね。マリナーズであれだけひどいピッチングを繰り返していた選手だったのに移籍した瞬間にこれでしたから、本当にちょっとこの球団呪われてるなっていうところがまあ正直な感想でしたし、まあこの FA 契約っていうのはまあマリナーズ市場の中でもまあかなりワーストの部類に入ってくるなということで、今回第3位にランクインいたしております。はい、続いてはドラフトですね。ジェフ・クレメントを2005年のドラフトで全体3位指名したのがワースト2位にランクインいたしております。マリナーズは前年の2004年に99敗をしたということもあって、翌2005年のドラフトで全体3位と非常に良い位置の指名権を確保していたんですけれども、まあ、こういった指名権を無駄にしてしまうと、当然チームの再建っていうのは非常に遅れてしまうわけですよね。で、マリナーズは直前までトロイ・トロイツキーの指名が予想されていたんですけれども、ただマリナーズは当時ですね、アダム・ジョーンズですとか、まあ、非常にショートのプロスペクトを多数抱えておりまして、まあ、そういった状況であれば無理にトロイツキーというまたショートの選手を獲得しなくてもいいんじゃないかという発想に至ったと思うんですね。で、さらにマリナーズは当時キャッチャーのプロスペクトがほとんど目ぼしい選手がいなかったんですね。そういった状況もあって、おそらくマリナーズとしては、まあ、大学生として非常に打撃も良い、まあ、キャッチャーであるクレメントの指名に直前に変更したのではないかなというふうに考えられますね。
ただこの指名が大失敗に終わるわけですね。クレメントの指名以降、ライアン・ジマーマンですとか、ライアン・ブラウンですとか、まあ、トロウィツキーですとか、他にも、まあ、アンドリュー・マッカチェンですとか、ジェイ・ブルース、まあ、あとここには出ていないんですけれども、一巡目の下の方ではジャコビー・エルズベリーですとか、まあ、非常にオールスター級の選手が多数指名されているドラフトなんですけれども、クレメントに関してはですね、MLB でほとんど活躍することができず、まあ、試合数もですね、152試合にしか通算で出場することができず、2014年に現役引退してしまったんですね。これだけオールスター級の選手を輩出したドラフトで、しかも3位という高順位でこの失敗を犯してしまったっていうのは、マリナーズの再建っていうところをかなり遅らせてしまったんではないのかなというふうに個人的には思いますね。ちなみに翌2006年のドラフトでもマリナーズは似たようなことをしまして、というのもティム・リンスカムの指名を見送ってブランドン・モローを指名するということをしたんですね。リンスカムが後に2回サイ・ヤング賞を獲得したということもあって、モローの指名っていうのは失敗だったんじゃないのかというふうに当時は言われることも多かったんですけれども、ただモローはリリーフで非常にマリナーズのブルペンの中で活躍しましたし、現在もメジャーリーガーとして活躍しているということもあって、さすがにクレメントほどの指名ではないだろうなと個人的には思いますので、今回はクレメントの指名だけをランクインさせています。はい、そして栄えある第1位はもうこれはランキングを作るときに最初に決まってました。エリック・ベダードのトレードですね。正直今見ても悪夢のようなトレードですね。まず1対5の時点で、まあ、かなりおかしいトレードではあるんですけれども、まず当時のトッププロスペクトであるアダム・ジョーンズとクリス・ティルマンという2人が入っている上に、当時のマリナーズのブルペンを支えていたジョージ・シェリルで、さらにそこに2人のマイナーリーガーがつくということで、まあ、ベダード一人に対してっていうことを考えたら、もうかなり出しすぎなパッケージですよね。もちろんマリナーズが勝ちに行くというタイミングのトレードでしたし、まあ、ベダードがこのトレードの前年に、まあ、先発として221三振というところで、本当にエースとして活躍していたことを考えると、まあ、もちろんマリナーズが是が非でも欲しかったというところが、まあ、すごい伝わってくるパッケージではあるんですけれども、ただやりすぎましたよね、このトレードに関しては。で、マリナーズが放出したジョーンズ、ティルマン、シェリルっていうのは、みんなオリオールズでオールスターに選ばれたんですね。シェリルは移籍直後からオリオールズのクローザーとして活躍しましたし、またジョーンズとティルマンに関しては、本当につい最近までオリオールズの主力として活躍して、この二人がいたからこそオリオールズは2012年、2014年、そして2016年にポストシーズンに進めているわけですよね。まあ、いわばオリオールズのフランチャイズの命運を変えたトレードだと個人的には思ってますね。では一方でマリナーズの方はどうだったのかというと、獲得してきたベダードが4年間で46先発しかできなかったんですね。年平均に換算するとわずかに11先発程度ということになりますから、まあ、ほとんどまともに投げることができなかったんですね。もともとベダードっていうのは、まあ、非常に故障の多い投手ではあったんですけれども、まあ、それがマリナーズに移籍してからは、まあ、さらに悪化してしまいまして、本当に投げればすぐ怪我してしまうぐらいの状態になってしまったんですね。もちろん怪我ということもあってベダード本人を責めることはできないんですけれども、ただマリナーズが期待していたベダードの姿からはほど遠かったですし、またベダードを獲得するためにあれだけのパッケージをトレードしてしまったわけですから、まあ、ベダードを獲得したことでマリナーズというチームはさらに低迷してしまいましたし、まあ球団史上の中でも、まあ、かなり最悪なトレードなのかなというふうには思いますね。で、ベダードを獲得してきたのが2008年だったんですけれども、まあ、2008年のマリナーズっていうのは、まあ、シーズン101敗を喫したということで、まあ、バベシ GM はこのシーズン中に解任ということになってしまったんですけれども、まあ、このトレードっていうのも、まあ、解任の要因にはなってしまったのかなというところが個人的な印象ですね。ということでランキングの方は以上となりますが、いかがだったでしょうか。正直今回挙げた5個以外にも、まあ、ひどいトレードだったりひどい FA っていうのは、まあ、たくさんあるんですけれど、まあ、今回その中でも特にひどかった5個をなんとか選んでみました。まあ、正直選ぶのに苦労しましたね。で、今回の動画を作るにあたって、まあ、バベシ GM のトレードですとか、まあ、FA 契約ですとか、まあ、結構振り返ってみたんですけれども、もう見れば見るほど、なんでこの人 GM になれたんだろうってちょっと正直に思ってしまいましたね。それぐらいひどいトレード FA っていうのが本当にたくさん並んでいたので、まあ、良ければ調べてみてはいかがでしょうか。
まあ、一シアトルマリナーズファンとしては、もうこんな時代は勘弁してくれの一言ですね。本当に二度とこんな時代が来ないことを願いながら、この動画は以上としたいと思います。今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。